まあ、他にもいくつか問題があります。まあ、一つはですね、コミュニケーション能力問題の顕在化と私は読んできたものです。これどういうことかっていうとですね、まあ、子どもたちのコミュニケーション能力が上がってると思うんですけど、そうは言ってもクラスにはですね、口下手な子、おとなしい子っていうのは必ずいるわけですよね。皆さんの先生方のクラスにもいると思います。で、昔はですね、そういう子は男子だったらば旋盤工とかですね、オフセット印刷とかですね、文字通り手に職をつければですね、一生食っていけたんです。つい20年ほど前まではですね、無口な職人っていいイメージだったでしょ。いつから無口だと就職できなくなっちゃったんだよって話ですね。で、こういうものは差別だという意見もあります。コミュニケーション能力のない方たちが就職できないのは差別だという意見もあります。派遣村をやってる湯浅さんたちのような考え方ですね。で、僕は彼らとも人に親しいので非常にシンパシーを持ちます。でも教育の現場にいる私たちがそうは言ってられないですよね。教育の役割というのは社会の変化に応じて社会が要求する最低限度の能力を子どもたちに持たせて社会に送り出すことだからです。で、僕もよく相談されるんですね。小学校の先生方なんかうちのクラスにもそうちょっとおとなしい子いるんですけど、まあ、成績は良くはないけどそんなに悪くもないと。別にもちろん性格が悪いわけでもない。どっちかというといいぐらいだと。でもおとなしい。多分将来苦労することは目に見えている。どうすればいいですか。よく相談されます。僕はその時によく答えるのはですね、理科が苦手な子いるでしょうと、音楽が苦手な子いるでしょうと、音楽が苦手な子にショパン弾かせるっていうのが義務教育ではないんですよね。まあ3年生ぐらいまでにカスタネット叩けるようになろうよと、中学卒業までに縦笛吹けるようになろうよと。そのぐらいの音感やリズム感は現代社会で生きていく上でどうしても必要だから、そのぐらいの能力をつけようというのが僕は義務教育だと思うんです。そうすると、要するにコミュニケーション教育、コミュニケーション教育って言うけれども、じゃあ将来ディベートをやることがあるのか。ないですよね。でも挨拶ぐらいできるようにしようよとか、とつとつでもいいから自己紹介はできるようにしようよ。あと意外に大事なのは、嫌なことを嫌って言えるかどうかですね。これ大事なんですね。それからですね、あとちゃんと感謝の気持ちをちゃんと表せるかどうかですね。これ意外とできない子多くなってるんですね。やっぱりこれも一人っ子とかだとそういうことが影響してるんだと思うんですけど、人から何かしてもらった時にちゃんとありがとうって言えないんですね。それからダメなことをした時に謝れないとかですね。で、そういうことの方が大事だと思うんですね。で、そういうことは今まで教育ではやってこなかったし、やる必要がなかったんですよね。それを他のところで学べてきたから、後でもうちょっと触れますけれども、僕はそういう最低限の人間としての現代社会に生きる上での最低限のコミュニケーション能力をつけてあげれば、僕は義務教育のコミュニケーション教育はそれでいいんじゃないかと思うんですね。そこのところもですね、今非常にコミュニケーション教育というのがヒステリックに間違って捉えられている部分なんじゃないかと思います。もう一つ大事なのはですね、コミュニケーション教育がなんか人格教育と混同されてしまってるんですね。で、コミュニケーション教育は全然人格と関係ありません。コミュニケーション能力の低い子が人格を劣るわけではないんです。コミュニケーション教育はマナーです。例えばですね、僕よく学生に説明するんですけど、アメリカでホテルに泊まってエレベーターで他人と乗り合わせて無言ってことはまずないですね。はいとかハワイとか何か言う、まあ、言わないまでも目で微笑みあったりする。じゃあ日本人はどうですか。エレベーターの必ずみんな上の表示を見ますね。これは見ないでも上がっていくんだけど、ついつい見てしまう。じゃあ、エレベーターで話しかけるアメリカ人は大変コミュニケーション能力が高くて、エレベーターで話さない日本じゃコミュニケーション能力のあるダメな民族なんでしょうか。そういう話でもないと思うんですね。要するにこれは文化の違いなわけです。アメリカという多民族国家は狭い空間の中にいろんな人が押し込められると、早い段階で自分が相手に対して敵意を持ってないということを、好意じゃないですよ、敵意を持ってないということを声や形にしてはっきり表さないと、ストレス緊張感が溜まってしまう社会なんです。私たちは島国村社会でのんびり暮らしてきましたが、そういうことを声に表すのは野暮だという文化の中で育ってきました。
まあ、実際まあデパートな、ホテルならともかデパートの、ね、エレベーターの中かなんかで他人から声かけられると相当緊張するでしょ。なんか売りつけられるんじゃないかと思うんですね。緊張する場面が完全に正反対になっていることは分かると思うんです。これ文化の違いとしか言いようがない。文化の違いであるならば良し悪しではないし、まして優劣ではないんですね。これを優劣として考えるならば140年前に遡ってまた親問い外国人雇ってコミュニケーションについて学ばなきゃいけないわけですけれども、そんなもんではないっていうことです。で、ただですね、もちろんもう皆さんもうすうす実感してると思うんですけど、日本もそうも言ってられない社会になってきたってことなんですね。日本人だけが日本の国土で生きるわけではないですし、ほとんどの人は外国人とこれから接触をしていかなきゃいけない仕事に就くわけです。そうすると、このそうも言ってられないというのを私たち教育に関わる人間はですね、そこは、ね、居酒屋談義で済ますんじゃなくてですね、そこら辺のね、居酒屋でおじさんたちが、ああまあ日本もこれから大変だよな、 TPP も来るしみたいに言ってるレベルで済ますんじゃなくって、今この子にはどんなコミュニケーション能力が必要なのか、あるいは10年後この子はどんなコミュニケーション能力を必要とするのか、ちゃんと問題を切り分けて教えていってあげなきゃいけない。コミュニケーション能力、コミュニケーション能力、じゃあ何のコミュニケーション能力ですか。グローバルコミュニケーション、グローバルコミュニケーション文科省言うけど、じゃあそれエレベーターの中で話しかけるのがグローバルコミュニケーションですか。イギリス人話しかけませんよ。イギリス人は初対面の人に話しかけないんで、要するに今文科省がやってるグローバルコミュニケーションってアメリカンコミュニケーションなんです。全く意味ない。グローバルコミュニケーションというのは多様性を理解するってことです。で、その多様性を理解した上で今度はその子一人一人にどんなコミュニケーション能力が必要なのかってことを見ていってあげないと、本当にコミュニケーション教育って大混乱になってしまう。それからコミュニケーション教育を人格教育と混同しないでいただきたい。だからマナーだと思えばいいんです。ああアメリカ行ったらエレベーターの中ではいはい言っとけよ、この程度でいいんです。コミュニケーション教育、グローバルコミュニケーション教育なんていうのはそんな大したもんじゃないんです。だってね、皆さんパリのレストラン行って三つ星レストラン入って箸ないですかとは聞けないでしょ。ナイフとフォークで食べるんです。だけどじゃあナイフとフォークでうまく食べられる人が人格的に立派な人ですか。ナイフとフォークで食べられない人は人格的に劣った人なんですか。関係ないでしょ。コミュニケーションも同じです。その要するにマナーとしていろんな相手とどういうふうにコミュニケーションを取っていくか、マナー技術として学ばせるっていうことが、まあ僕はこれから大事だと思っています。で、要するにですね、今までは問題にならなかったような層が問題になり始めてしまったっていうことなんですね。社会が変化していった結果ですね、今までは全然大丈夫だった子たちがちょっと辛く生きづらくなってしまったというふうに考えてあげた方がいいんではないかということです。もう一つポイントがあります。さっき無口な職人就職できないのかわいそうだと言いました。皆さんもその場では納得したと思うんです。でもね、無口な職人が無口な職人でいられたのはやっぱり製造業の世界が男性中心社会だったからだと思うんですよね。でも今どんな現場にも女性もいれば外国人労働者もいますと、無口な職人ちょっと怖いんですよね。何考えてるか分かんないから。だから無口な職人もお茶入れてもらったらありがとうって言えないとダメなんですよ、これからは。ここがコミュニケーション教育のもう一つ大きなポイントです。無口な職人を社会的弱者と捉えるならばこの人たちが就職できないのかわいそうです。でもそこにより弱い立場の人が入ってきたら、この無口な職人は既得権益を持った人の側になってしまうんです。だからやっぱりこっちも変わらなきゃいけないです。そういうふうに社会の流動性の中でコミュニケーションの問題を捉えていくってことも一つ大事な視点になってきます。